ジェームズ・サワビーは、イギリスの博物学者、博物画家である。ロンドンに生まれた。父親は、版画家で、14歳の時に、海洋画家、リチャード・ライトの画房に入り、その後、博物画家、ウィリアム・ホッチスの画房に移った。1777年から、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツで学び、細密画を専門とした。すぐに、博物学者のウィリアム・カーティスに見出され、 カーティスのロンドンの植物の図版を描き、後にフランスのシャルル・ルイ・レリティエ・ドブルテルや、博物学者のウィリアム・ウィザリングとも知り合い、彼らの著作の図版を描いた。アカデミー・オブ・アーツの仲間の学生のデカールを通じて、ジェームズ・エドワード・スミスや、ドーソン・ターナー・ラノと博物学者と知り合った。1786年には、デカールの妹と結婚した。9人の子供が生まれ、息子には、 ジェームズやジョージらの博物学者がいる。博物画えの貢献で1793年にロンドンディンネ協会のフェローに選ばれ、1798年に会員となった。博物学会の重要な人物のジョゼフ・バンクスとも親しくなった。植物、動物、鉱物の分野で多くの博物図譜を編集した。記事隠し家の植物の俗名、ソルビアや、 ヨーロッパ扇白ジらの英語名、サワビー、S、ビークとホエールなどにサワビーの名前が付けられている。サワビーは植物の学名で命名者を示す場合に、ジェームズ・サワビーを示すのに使われる。ありがとうございます。